ろう。それだから多分一番強い。はい、ここでホットティーが飲みたくて大丈夫。パパトイレしてくる。シエンタベース。1500円。でも気分が。荷物もすぐに。いいんですね。今まだ販売はできてないんですけど、この販売に至る場合はこのパーツは基本セットは作る形で、それ以外にパーツが欲しいなってなった場合は追加処分をしようかなという流れになると思います。なるほどね。一番は来年売れるようになる進み方で、中も結構大事にしてもらったりします。で、半年に1回のトライアル。こういうのがサウナ。はい。いやいや、またいや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 、サウナくださいよ。いいですか、ちょっとごめんなさい。こちらお上がりください。ミストが出てるのでカメラの方置いてかれた方がいいかもしれない。 GoPro は大丈夫だと思います。本当ですか。はい。もうサウナなんですね、はい、もう中、はい、押してください。でそこ中座れるので座っていただいて扉を閉めてミスト体験してください。ミスト出てますね。ほんとサウナだ。潤っていただけました。メガネが。これってなんか温度とかも調節は自分である程度。いや、40度まででホットサウナとは違うので、はい、そっかお風呂に入っていただく感覚です。すごいですね。なんかその、なんか災害が起きた時のなんかお風呂の代わりみたいな、そういう感じの使い方かもです。すいません、ありがとうございます。すごい。
ありがとうございます。サウナですね。本当ミストが出て、ありがとうございます。すごい良いリアクションで、ありがたいです。すごい、こんなのもあるんですか。なんか個人でというより、なんかその地域に一つ災害需要みたいな感じでなんか用意することが多いのかなと思ったんですけど、今介護予防でお年寄りに向けて、長野県で1台だけ自所事件をした後にも飾り付けを走ってるんですけど、じゃあ車でいろんな施設を回るみたいな、そういう使い方、車を置いて来ていただいて、お年寄りに入っていただくことができるので、来ていただく、ああ、なんかお年寄りが住んでるところのなんか家の前まで行ってこういうのを使うのかなと思ったんですけど、そういうわけじゃないの。車があるところの人に来ていただいて帰るという形みたいなんですけど、そういう使い方。でも今後はレジャーとかで、キャンプ場とかでイベントがあるときに、そうそうですね、貸し出してキッチンカーみたいな扱いで使っていこうという。確かに。キャンプとサウナは相性良さそうだから、すごいですね、これ。これいいですか、写しちゃって。はい、ありがとうございます。よければチラシも。チラシ。はい。移動式のぜひ。ありがとうございます。サウナでございます。実際に中で。あれちょっと見たいな。世界一周に。スロベニア製なんですか。あ、そういうわけじゃない。あ、なんかこういうキャンピングカーってスロベニアが結構よくこういうの作ってるっていうのを聞いたことがあるんですけど、そういうわけじゃない。それはアドリアっていうメーカー。あ、メーカーさん。あ、そうだ。メーカーがスロベニアの国にある。あ、でそこそこ日本にあるキャンピングカーは日本のキャンピングカーで、そうなんですね。なるほど。バスみたいなでっかいやつか。でっかいやつ。あ、クレアさんのよく目にかかる。これ日本のメーカー。それしかも福岡県。あ、そうなんですね。福岡のどちらなんですか。福岡ご存知ですか。あ、もう大学福岡ですね。あ、そうですか。北九州の雄音楽っていう。あ、音楽川の。はいはい。その音楽のお店、電車があって。そうなんですよ。最近ちょっと赤間に行ってきたんで。あ、そうですか。急行が止まりますからね。そうですよね、止まるんですよね。入っても大丈夫ですか。お、あ、大丈夫かな。大丈夫かな。Thank you.
ごめんね、お待たせして。クレアエボリューション開発担当の松見純也です。クレアという車に初めてエボリューションシステムというものを搭載しました。これによって、これまでキャンピングカーで電源っていうのはどうなってるんですか？なんか充電するんですか、それ使ってないときに。基本はですね、リチウムイオンバッテリーが搭載されてまして、はい、それですぐで大体エアコンも電子の時間、冷蔵庫全部動くんですよ。あ、でそう、時間行くときにはなんか何時間までだったら大体目安で。一般的によくエアコンってどのくらいになれるんですか？大体8時間ぐらいは時間で。あ、でそれ例えばキャンプで戻ってきて自宅でまたコンセントかなんかででっかいやつから充電するような一応いう方法が一つと、はいはい、あとソーラーパネルで充電する方法が一つと、でうちの一番の売りは走行充電なんですよ。走行充電、車を走ったオルタネーターで充電できる。あ、そうなんですね。そのシステムを組んでるのが一つの売りなんです。これ高さってどれくらいなんですか？2m90cm。 あ、2.9m。 じゃあなんかどこか駐車場止めるときはもう吹き抜けじゃないとなかなか難しいですよね。そうですよね。すごいですね、やっぱ憧れがあるんで。あ、そうですね、すごい、ありがとうございます。そうなんですよね。キャンプとか軽キャンとかも結構あるし、すごい時々見てます。ありがとうございます。冷蔵庫みたいで、冷蔵庫。後ろ行ったらじゃあ。あ、これね。後ろが座れるようになってる。でもシートベルトがない。ない。ここはじゃあ走ってる時に座ってダメなんで、ここは。これは冷蔵庫。こっちから向きが決まる。ああ、なるほど。しかも立って立てるっていうのは高さがね、こんなに高いのか。写真とか大丈夫ですか？
はい、チーズ。もう1枚お願いします。はい、チーズ。ありがとうございます。西日本を中心に25度以上の夏日のところが多く、季節外れの暑さが続くでしょう。では、各地の様子です。明日は朝晩を中心に太平洋側でにわか雨が降りです。ただ、日中は広い範囲で暑さが予想最低気温です。北日本では今朝より気温が低いところが多く、北日本は北日本はマイナス4度です。東日本の西日本では15度前後のところが多いでしょう。予想最高気温です。西日本や東海では25度以上の夏日のところが多くなりそうです。関東では今日より すみません、ここでシャワールームですか？そうです。あ、マルチルームになっております。あ、マルチルーム、シャワー以外にも何か使う？月曜日は低気圧前線が、あー、そうですか。広い範囲で雨が降り、最初に決めれるってことですね、マルチルーム。すごい、電子レンジ。冷凍庫。
遊んでるわけないの。九州走ろうと思ったら九州まで走っても来るから疲れちゃうじゃん。誰かが九州まで持ってればいいじゃん。俺は九州だけ乗りたいんだ。そういうのもちょっとしてもらうの。あー、それいいっすね。そしたら残したら寝れるもんね。すいません、この下の土台は今日たまたまつけてるだけ、はい、この下の土台というか、これは入ってるんですか。これ入ってます、はい、入ってる、はい、これが、これが、まあ、一旦ここで止まるんですけれども、ここからまだ入ってる、はい、これがここまで開く、これがボタン一つで出てくるんです。それも自分で、あ、これ自分でここに畳んで入れる、畳んで、はい、やってもいいです。すごいですね。ありがとうございます。キャンプ場で こんな綺麗な空間できたらいいですよね。すごい。で5人乗りになって、うん、あ、前に5人乗れる。はい、でピアレもついて、こっちをこう開けて、これもここで1回止まるんですよ。1000万切ってるんですか。そうですね、これ、他のが結構やっぱ1200、300とかするじゃないですか。こうなると1500万。あ、そうですよね、これ見させてもらって、そこまでヒーターとかそういうのがついてないんで。あー、そこそこそこ、1メーター、なるほど。電源とかは1メーター52センチになります。電源もこれはついてない。あー、じゃあもうバッテリー入れるしかない。あー、ありがとうございます。いや、でもいいですね。店員タイプの、そうですね、取れるようになります。ありがとうございます。すいません、ギリギリに。
動くんですか。これは何が。ナジコンみたいにこれで動かせます。これは何が動くんですか。車輪の前にムーバーという機械がついてまして、はあはあ、それで、まあ、これが、まあ、リモコンになります、はいはい、まあ、連結してなくてもこれだけで全部動けます。左右も動けます。これ自体が、これもう車体がもう動きます。ああ、はい、少し動くってことですか。そうですね、今ちょっとイベントなんで。ああまあまあ、すごい。そのスイッチが下にあります、ね、すごいですね、はい、これはその、何人寝れるかっていう。6人6大人4子供2人で行けます。そっか、こっち 1,2,3,4 ってこれ頑張ればもうちょっと行けちゃう。頑張ればもうちょっと行けます。めちゃくちゃ広いですね、空間。広いです。そう、車と一体になってないと、確か700ぐらいでしたっけ、これ。そうです、700、乗り出しだと770ぐらいですね。ぐらい、はい、そうですよね、税込みだと。そんなに行きますね。これは日本のメーカーなんですか。ちょっとアメリカのジェイコっていうね。アメリカの。あ、皆さん、これ忘れてます。あ、ごめんなさい。ありがとうございます。パンフレットとかもらっていいですか。になりますね。あ、すごいしっかりして、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。すいません、ギリギリで。消毒消毒消毒いやもう